蓮台新海病院の紹介をいたします。当院は JR 宇都宮線蓮田駅徒歩1分の好立地にあります。病院三役のお出迎えです。蓮台新海病院へようこそ。当院は外来透析患者が300人以上を3クールで対応しています。また入院対応病床50床を有し、透析導入、維持、終末期まで透析に特化した専門病院です。シャント増設、PTA などの対応も可能で、透析の一連のケアを学ぶことができます。それでは働いている方の声を聞いてみましょう。私が幼い頃から祖母が透析やっていて、その透析をやっている姿を見させていただいたときに、私もこのような看護をやりたいと思い、透析を選びました。誰だって初めてなことだらけ。不安や心配なこと、失敗だってたくさんあるはず。そんな時、課長、先輩看護師が優しくフォローしてくれます。実際はプリセプターという制度が設けられていて、先輩が一対一で教えてくださるので、不安なことなく毎日学習できています。新人研修は丁寧でしかも高度な学習ができるプログラム。1年間かけて築く土台が看護師としての自信を導きます。次は男性看護師の声です。そうですね、慢性期の患者さん、やっぱり急性期を得て慢性期の家に帰るときに、病院よりも家で過ごす時間が長い、その過程に関わる中で、やっぱり慢性期の病院というのは、そこに一番携わることができるのかなと思って、この病院を選びました。障害病棟は在院日数が長く、患者さんと長くじっくり向き合うことができます。ないところにいい医療はないと聞いたことがあるので、やっぱりいい人間関係、その厳しさの中にはやっぱり優しさもあって、それを感じ取れるような職場がいいと思います。はい、そうですね、そんなに僕社会に出ていろんな病院渡り歩いてるわけではないんですけど、本当に皆さん温かい雰囲気で僕のことを迎えてくださって、本当にありがたいと思っています。本当にいい職場だと思います。先輩看護師の声も聞いてみましょう。私がプリセプターでやりがいを感じていることは、入職当初私は先輩に優しく教えてもらえたことで、不安なことや心配していることもなく、積極的に多くのことを学ぶことができたと思います。その経験を今度は自分が後輩にフィードバックする機会ができて、すごく嬉しく思います。また後輩に教えることで、自分もさらに学ぶことができ、自分の成長にもつながると思います。キャリアラダーシステムにより、個々の能力、希望に合わせてキャリアアップができます。私が今難しいなと感じていることは、新人さん一人一人学ぶスピードや接し方が異なるので、新人さんに合わせた指導が難しいと感じてます。で、今は積極的に新人さんとコミュニケーションをとって、お互いに信頼関係が築けてきてると思います。なので少しずつ新人さんに合わせた指導ができてきているように思います。次は小児病棟から訪問看護にキャリアチェンジした看護師の声です。
私が、希望している訪問看護婦ステーションブルーベルの所長は特定行為の、研修を終えた看護師ということをホームページで知りまして、私も特定行為の研修に興味があったため希望しました。あと訪問看護ステーションブルーベルは立ち上げからまだ若いっていうところで、私自身も、その中のメンバーの一員になってチャレンジできしやすいんじゃないかなっていうふうに、考えました。あと、日本はこれから高齢社会がどんどん続くと思うので、在宅医療っていうところにすごい興味があって、訪問看護っていうところに興味があったので希望しました。訪問看護ステーションブルーベルは2018年に創設された新しい部署です。日々新しいことにチャレンジしています。最後に準看護師から正看護師にステップアップした看護師の声です。環境ベースとした様々な疾患を抱えた患者様を見ることができるので、幅広い看護や医療の技術や知識を身につけることができると考えて長谷台新海病院を選びました。当院は小規模ながら皮膚・排泄ケアの認定看護師が在籍しています。認定看護師を中心に高度な医療を提供できる環境がここにはあります。そうですね、準看護師としてさまざまな患者さんと関わっていく中で、やっぱり準看護師ではできることが限られてしまうという現実を知ったので、仕事の幅を持たせてまた多くの患者さんと接することができることを考えて看護師を目指して。管理栄養士が考える温かく栄養バランスの取れた食事をすることができます。綺麗な保育園も併設、0歳児より入園可能で、子育て中の看護師の方も安心してお仕事ができます。これだけは抑えておきたい蓮田一新会病院のおすすめポイント。駅近徒歩1分にあるロケーション、専門分野をじっくり学べる環境、地域に密着し、かゆいところに手が届く看護の実施、みんな笑顔を絶やさない幸せな気持ちが患者さんにも伝わります。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんと一緒に働けることを楽しみにお待ちしています。